じゃのこと粉骨を。獲物も取り戻したし、よし、準備完了だ。一刻も早く毛利の屋敷を抜け出すぞ。檻から鹿が逃げ出したか。皆、やつを野に放ってはならぬぞ。狙い通り参ったな。みんな、襖を閉めよう。くそ、閉じ込められたか。奴らを通して脱出しよう。開門。ここからは出られないみたいだな。他の脱出口を探さないと。地下の捕獲は未だならずか。好き放題やばいって。鹿之助が策を実行に移したようだ。俺も続かねばな。孫に逃がすか。今すぐ引っ捕らえろ。そこだ。砕けよ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。かたじかない。これよりは共に参ろうぞ。よっ、みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。そこだ。開門。中庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。おい、貴様、ここで何をしている？早速見つかった。さっさと倒して、出口を探そう。見つけたぞ、山中鹿之助。やつを捕らえる。中庭の兵をこちらによこせ。うえ、火星を呼ばれたか。ちょうどいい。この機会に敵の戦力を削っておこう。開門。我が聖堂を阻めるものか。ここは引こうか、アルマイ。よし、これで少しは動きやすくなったかな。開門。北方に敵の気配を感じる。倒したかないと脱出の邪魔になるかもな。高神、後の指揮はお主に託そう。わしは一度引く。わかりました、父上。この高影に万事お任せください。観念せよ、おとなしく捕まるのだ。牢には戻りとうない。大変だ、仲間が連れ戻されそうに。急いで助けよう。我らはこの時を待っていた。共に行こうぞ、鹿之助。よっ、開門。狙い通り、中庭の敵数が減ったな。これなら突破もわけないかも。無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。そこだ。我が聖堂を阻めるものか。意地は見せた。もうよかろう。
砕けよ。そこだ。上杉は天下無双をいただく竜である。これ式で終わると思うなよ。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。来たか弓兵よ。やつを穴ぼこだらけにしちまいな。すごい矢の雨だ。俺は諦めない。とにかく敵を倒して回廊を抜ける。開門。弓兵を指揮していたのか。いいね、その目つき。かなうない。俺の首取れるものなら取ってみな。ああすまんな。さて次の手はどうするかな。そこだ。仲間が助けを求めてるのか。待てよ、今向かうからな。開門。おとなしく直目にかからぬか。鹿之助と共にこの地を抜けるまでは決して屈しはせぬ。仲間を連れて行かれてたまるか。今助けるぞ。お前の勇気にわしらは奮い立たされた。感謝しておるぞ。もう大変だ。このままじゃ捕まっちまう。そこだ。今西の方から声が聞こえたような。こうも簡単に引っかかるとはな。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。ただしそこだ。偽物だと。やつらめ、どこまで卑怯なんだ。勝利の鐘、知ってください。これぞ我が聖堂。あなたの気質を熟知したおじい様に打てぬ策などないのです。俺の動きは全部読まれてるってわけか。つくづく油断ならないじいさんだな。今は引きます。ですが次こそは必ず。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。開門。出口まではきっとあと少しだ。さあ行くぞ。囚われていた雨子の将は全て揃った。これも鹿之助の助立ちあってこそだ。いや、みんなの勇気あってこそだろ。ここを無事に抜けるだけ。蹴取られたか。かくなる上はお命ちょうだい。申し訳ございませぬ。そうやすやすと逃がすものか。そこだ。私たちも檻を甘く見るなよ。さあ、これぞ我が聖堂。敵もなりふり構わずやってきたか。みんな、ここが踏ん張りどころだ。目障りなんだよ。お前も雨雲、毛利の繁栄のため
一刻も早く消えてくれ。ここまで鹿之助に助けられたのだ。今こそ我らも鹿之助を支えねばな。しかり私たちの結束の強さを毛利の将来に知らしめましょうぞ。父上、力及ばず申し訳ありません。開門。そこだ。上杉は天下無双をいただく竜である。開門。出口だ。よし、ここから抜けて。甘いわ。逃がしはせぬぞ、鹿よ。出たな、じいさん。いい機会だ。ここであんたを倒して、アマゴ最高を早めてやるよ。勝利条件変更。つくづく強情な鹿よの。だがこれで一つ明らかになった。お主の執念は正しく猛威の脅威たりえ。次こそ必ずや勝ってみせよ。くそ、取り逃したか。まあいい、今はここを抜けるのが先だ。